品野鉄道線及び北品野線品野鉄道株式会社は長野県上田市常田一丁目3番39号に本社を置く第三セクター鉄道事業者。北陸新幹線の開業に伴い東日本旅客鉄道から1997年と2015年にそれぞれ経営分離された長野県内の並行在来線を経営している。 整備新幹線開業に伴い、JR の経営を離れる在来線を引き継いだ初の鉄道会社である。品野鉄道は当初、1998年長野オリンピックの開催に合わせて整備された北陸新幹線、高崎駅長野駅間新幹線の開業に伴い、JR 東日本から経営移管されることとなった新越本線の 軽井沢駅しののい駅間を JR 東日本に代わって経営する会社として設立された。同区間は1997年10月1日の新幹線開業と同時に品野鉄道へ移管されて同社の品野鉄道線として開業した。品野鉄道線開業当初は長距離客が新幹線に移乗したことなどにより経営は苦しく2001年9月の 中間決算では累積赤字が24億円以上になり、資本金23億円を上回る債務超過状態に陥った。そのため、同年に品の鉄道経営改革に向けての提言を策定。2002年6月、HIS 創業者の沢田秀夫に再建を要請し、同社から杉野正を社長に迎えた。杉野は退任するまでの2年間、 高齢者の乗降解除を行う乗務員、トレインアテンダントやサポーター制度の新設といった利用促進策や経営合理化を進めた不公平な契約の解消など様々な無駄の削減や第三セクター特有のお役所仕事的な社風の変革などに取り組んだ一方、2002年に連絡乗車券の発売駅 発売範囲を大幅に縮小するなど、旅客サービスの交代もあった。杉野の半ば体育会計、営業満的な経営手法により、品濃鉄道は、減価償却費前の利益で黒字を計上するようになったものの、2004年には現存会計導入を進めたい。当時の長野県知事、田中康夫と、上下分離方式を主張する杉野が対立して、杉野は社長を辞任。 スカイマークエアラインズ元社長の井上正幸を社長に迎えて原村会計に踏み切り、その結果、2005年度決算において開業以来の初めて最終損益において黒字を計上するに至った。井上の下でも駅構内で宝くじを販売するなど業種的な発送の増収策が実行された。井上は2008年9月30日付で退任し、 空席となっていた社長のポストには2009年6月から JR 東日本出身の浅見武氏が就任。分離元鉄道事業者の社長は設立以来初めてのことであった。これは2015年春に予定されていた北陸新幹線の長野駅金沢駅間延伸開業に伴い JR から経営分離される。 新越本線の長野駅異北区間の経営主体として、品野鉄道が候補に上がっている点を睨んでの起用である旨を、当時の長野県知事、村井一氏が示唆している。その長野駅異北の県内区間にあたる、新越本線の長野駅妙高高原駅間についても、品野鉄道が運営主体となる旨が2012年4月に決定し、2013年3月には、 同区間の路線名称を北品の線とすると発表した。北品の線は、同新幹線の延伸開業日にあたる2015年3月14日に開業し、同日以降、品野鉄道が運営する鉄道路線は、前者の品野鉄道線と、後者の北品の線の2路線となった。なお、下野井駅長野駅間は、同新幹線の延伸開業後も引き続き、 JR 東日本が運営するため、品野鉄道線と北品野線は、同区間を挟んで、直接接続しない、飛び地路線となっている。社長職は2016年、東京会場、日動火災保険出身の玉木敦氏に交代した。東京会場日動社長の北沢俊文が、長野県出身である園で県から要請を受けたことと、東京会場日動が、 長期的な保険市場の開拓も視野に地方再生を支援していることが背景となった。玉木は沿線の人口減少や今後必要となる車両更新費用に備えて観光、行楽と通勤両面で利用客取り込みを進める方針を示している。2019年には玉木を専務として支えた春ス良太が社長を引き継いだ。 2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により輸送人員、旅客収入がともに大きく減少。2021年3月期決算では6期ぶりに赤字に転落した。春日は2022年春のダイヤ改正で減便する方針を示した。駅の新設、路線の設備、列車の運行関係は品の鉄道線歴史。 品野鉄道北品野線を参照。営業する路線についての詳細は、下記の記事を参照のこと。1997年に、軽井沢駅、篠井駅間の、並行在来線区間が品野鉄道へ移管された、あとも、新越本線の篠井駅、長野駅間については、JR 東日本側が、篠井線の特急列車ダイヤ調節のためなどを、 理由に経営分離せず、引き続き運営を継続していることから、品の鉄道は最もうんちに収入が見込まれる、同区間について、早期の経営権上等を求めていた。当時の社長である、杉野氏は、いいとこどり、初めから知ってたんだと思いますと批判し、JR 東日本の都合のいいように契約が結ばれていると不満を述べていた。長野県と、 JR 東日本長野支社が2002年に実施した共同調査によると、同区間の運賃収入は年間約14億円に上るとされ、県と品の鉄道ではこれをもとに、同区間の経営権を見直す旨について検討を進めてきた。しかし、2009年6月4日に開かれた長野伊北並行在来線対策協議会の幹事会において仮に、 品の鉄道が同区間の経営権を得た場合、JR 東日本をはじめとする JR グループ各社との間で列車の運行調整を担うのは技術や経費等の問題から困難である点が指摘され、また当時の品の鉄道の実績をもとに人件費、駅管理費等の維持コストを推計して、 営業損益を試算したところ、年間約10億円の損失が生じるとの結果が報告されるなど、予想以上にコストを要することが判明した。これらをもとに検討した結果、同区間については引き続き従来通り、JR 東日本が運営し、品の鉄道が乗り入れる方式を継続することが適当とする結論に至り、 JR 東日本に経営権の見直しを求めない、方針に転換した。115系、S24 編成 SR1 系、S101 編成 SR1 系、S202 編成169系ラストランジの給料運転 SR1 系以前の車両導入計画、構想以下に示すように、前述の SR1 系以前にも、申請車両を呼びた事業者からの中古車両の、 購入計画があったが、いずれも実現しなかった。仕業検査は、徳良駅構内の車両基地で、交番検査、重要部検査、全般検査は、八代駅構内の超電テクニカルサービス、八代車両検査場で、それぞれ行われる。なお、品野鉄道管内には開業以来お物処理施設が、設置されておらず、その後も、 大規模な処理施設建設を伴い財政負担が困難として設置を見送り続けてきた。このため、品の鉄道所属となった車両は、後年、6門に改造された115系 S8 編成を除き、トイレを閉鎖し、使用を停止している。なお、前述の SR1 系にはトイレが設置されるため、車両基地内に処理施設を建設することになっている。 英語の社内放送は、リアドジエイランが担当している。なお、2018年に、当時の社長の玉木が、新越放送アナウンサーの山崎昭代に、SR1K の社内放送の依頼をしたが、断られている。島の鉄道では、スイカやパスモなどの IC カード乗車券での、運賃生産は、一切不可となっている。 大人普通旅客運賃品の鉄道線の駅一覧及び北品の線の駅一覧から乗車駅、降車駅間の営業キロを計算して1トル単位に切り上げ、それを貨標に当てはめたものが運賃となる。なお、工術する通過連絡運輸により、品の鉄道線各駅と北品の線各駅相互間を新越本線経由で乗車する場合、品の鉄道区間の運賃は、 JR 区間を挟んだ前後の品の鉄道区間の営業キロを通算して求める特例が適用される。自社で設定、発売する、ノ自社で取り扱う乗車券の発券範囲は以下の通り。連絡乗車券の発売範囲は2002年に発売駅、発売範囲を大幅に縮小し、その後、長野電鉄八代線廃止、北品の旋回業を経て、 現在の形となっている。なお、明光高,高原駅での発売については、同駅が、越後きめき鉄道管轄のため、越後きめき鉄道が同駅を対象とする、連絡運輸区間に対してのみ発売される。越後きめき、鉄道連絡運輸も参照。範例、備行なお、当社線と他社線を途中下車せずに乗り継ぐ場合、 当社線内の営業キロが 8km 以下である時は、当社線の運賃が80円、8km を超え 11km 以下である時は40円が割り引かれる。過去に連絡運輸を実施していた。区間開業時点では、以下の区間とも連絡運輸を実施していた。JR 東日本で設定、発売する、もの JR 東日本側では、 品濃鉄道各線を通過する通過連絡運輸として、以下のものが設定されている。なお、品濃鉄道自体は、新越本線、黒井駅新潟駅間を連絡運輸範囲に含めていないため、より、黒井駅に近い長野駅以北の自社線の駅よりも、遠山森駅以南の JR 東日本管轄の駅の方が連絡運輸範囲が広い現象が発生している。 品の鉄道では、片道の営業キロが 100km までの乗車券では、途中下車ができない、としている。自社線内のみで、片道 101km 以上の乗車券は、存在しないため、途中下車が可能なのは、JR 線など他社にまたがる連絡乗車券等に、限られることになる。JR と、同じく身体障害者割引、知的障害者割引のほか。 精神障害者割引も設定されている。各種障害者手帳を提示すれば普通運賃より5割引となる。JR は精神障害者に対する割引を行っていないため、精神障害者割引利用の際は、篠野駅、長野駅、豊野駅などの JR との接続駅まで購入し、下車駅で生産する必要がある。 発売額は2019年10月1日現在、これらに加えて、東美市観光収入順管バスと、セットになった、軽井沢東美休日ワイン切符、上田電鉄別所線と乗り継げる、軽井沢別所温泉フリー切符など期間、区間を限定した割引乗車券を取り扱うほか、記念乗車券を発売することもある。2018年には、 台湾鉄路管理局との有効提携締結に伴い、法日外国人向けを含む自社のフリーキップ類と、大鉄の収集線、船、内湾船、平京船、新沖専用一日乗車券及び、旧山線レールバイクが、台湾側は、収集船の一日券及び2018年カレン自身の復興支援を兼ねて、 可憐駅発着の使用済み乗車券を品の鉄道のものと2019年3月末まで無料交換できる相互交流を開始した。2005年より鉄道施設内での映画、テレビドラマ、コマーシャルのロケーション撮影の誘致を開始し、同年より撮影が行われている。NHK ドラマ8、七瀬再びの第1話では主人公3人が出会うシーンで使用された。 映画、私は光を握っているでは、品野鉄道無礼器が使われている。品野鉄道では、利用促進につながるサービスの提供や、情報発信を行い、利用の拡大及び利用者、沿線住民とのコミュニケーションの強化を目指すことを、趣旨として、2002年から、ファンクラブ制度を導入している。2002年、品野鉄道が、 経営改革の一環として公表した20の改革メニューに車両の維持費や補線費用を沿線や県内のみならず全国に支援を求める策として品の鉄道レールトレインサポーターの制度導入が盛り込まれ同年7月に発足翌8月から運営を開始したレールの保守費を支援するレールサポーターと車両の保守費を支援する トレインサポーターの2種類が設けられ、会員登録者には、会員証を送付するだけでなく、会員の氏名を駅構内の枕木や、車両内に掲示するサービスを実施した。これが、ファンクラブ制度の前身である。2006年、全系のサポーター制度を発展統合する形で、品の鉄道ファンクラブが創設された。年会費は1万円で、会員登録者には、 会員証の送付をはじめ、期間限定フリー切符の新定、ビアトレインなど、イベント列車ツアーへの招待などが特典として付与された。だが会員は、鉄道ファンが中心で入会者数も100人程度と、伸び悩んだことから、品野鉄道社長の藤井武春は2013年6月18日の株主総会後の記者会見で、 ファンクラブ制度のリニューアルを実施する方針を明らかにし、より多くの人が入会できる要会費を引き下げるのを、はじめ、各種割引の付与や、品の鉄道の取り組みを知らせる開放の発行など、特典内容を見直す意向を示した。このリニューアルは、同年10月1日付で実施し、組織名称も、品鉄ファンクラブに解消した。年会費が、 一般会員1000円、子供会員500円に引き下げられたのに加え、新たにポイント制度が導入された。会員登録者は、品の鉄道の窓口等で、定期券、フリー切符、企画乗車券、オリジナルグッズを購入したり、ファンクラブイベントへ参加したりする際、会員賞を兼ねるポイントカードを提示すると、ポイントが付与され、たまったポイント数に応じて、ノベルティグッズや、 品の鉄道の利用券と交換できる。会員には、その他、品の鉄道が主催する旅行商品を割引価格で利用できるほか、春休み夏休みに開催する、車両基地無料見学など、会員限定イベントへの参加、年2回のファンクラブ開放の送付などの特典がある。品の鉄道の s r 1系 天井院検疫係員という設定の鉄道娘、植田レムが2021年1月にデビューした。ありがとうございます。